入社軍、入社軍、世界征服の進み具合はどうじゃね。相当、それどころじゃないんですよ。ね、どうしたんじゃね。菩薩峠がペットが欲しいと言って言うこと聞かないんです。ねえ、でもわしらにそんなもの買う余裕なんてないぞ。そうなんですよ。だから怪人製造マシンでペット怪人を作ってみました。ね、本当かね。怪人、田所慶三さんです。いや、誰じゃねこれ。ペットの人懐っこさを備えた田所春夫さんと、ペットの従順さを備えた中林慶三さんを組み合わせたペット怪人です。なんでペットの可愛さを備えなかったんじゃね。いや、これはこれで可愛いですよ。モテ。やっぱり可愛くないですね。だから言ったんじゃ。すいません。でもこっちなら組み合わせを間違えることなくペットを生み出すことができます。うん、今度はなんじゃね。これはおねだりワンコというスマホアプリです。ブリーダーになってワンコを増やすラブラブワンコゲームです。ラブラブワンコゲーム。そうです。まず親犬を選びます。どの犬にしようかな。この犬と、いや、やっぱりこっちの犬にしよう。よし、それで決定を押して。あ、すごくラブラブじゃないか。このように相性のいい組み合わせだとワンコがたくさん生まれるんです。あ、いっぱいじゃ。かわいいですよね。あ、見てください、レアワンコがいます。レアワンコ。珍しい種類のワンコです。このようなレアワンコを生み出して図鑑をどんどん埋めていくんです。いろんな組み合わせを試して図鑑をコンプリートするのか。さらに操作性も充実しています。犬をタッチすると、いや、吠えた。いや、かわいい。指を動かすと、おお、ついてくる。かわいいぞこれは。よしてくん、ほら、うわ、どっか飛んでいった。これは各都道府県にワンコを届けているんですよ。各都道府県にワンコを増やして全国をワンコで埋め尽くすというのもこのゲームの楽しみ方なんです。ね、飛んでけ。走っていった、飛んでいった。ね、飛んでけ。なんだか癖になるの。あ、僕そっくりのワンコが現れました。ね、本当じゃ。実は僕ら鷹の爪団とコラボレーションしたワンコも登場するんです。あ、鳴き声も変わってる。わしにそっくりなワンコもいるぞ。あ、そのブサイクなのは相当ワンコですね。ブサイクとはなんじゃ。あ、飛んでった。どうやら菩薩峠も気に入ったようですね。いや、よかったよかった。おねだりワンコで立派なブリーダーになった総統に田所さんもおねだりしたいそうです。に、なんじゃに。結婚相手を探してほしいそうです。いや、そりゃ無茶ブリーダー。どんどん増やしてどんどん届ける新感覚ラブラブワンコゲーム、おねだりワンコ。